違いない。想念の木が十分に成長したよ。王家の谷からとてつもなく大きな想念の波動を感じる。おっしゃー、やりましたね、アドル。まさか本当に全ての想念を解放してしまうとは。私にはその名で呼んでもらう資格がない。どういうことだ。以前言った通り、私の本当の名前はウーラ。遥か天空から地上に降り立った擬態の力を持つ種の代表だ。擬態ってなんだ？他の生物の形態や機能をそっくり似せる能力のことです。私たちは擬態の力で地上に君臨し、次第に繁栄を築いていった。しかしやがてラクリモサを迎え、私は期せずして森人となった。そしてエタニア人の時代が始まった後、再び地上へ降り立ったのだ。エタニア人たちから新たな進化の森人を見出すために。でもよ、それが何だってエタニアの王大女になったんだ？最も輝く魂を持つ者を探すには、王家に近づくのが効率的だと私は考えた。そうして忍び込んだ王宮で、幼い王太女が奇特だと知ったのだ。まさか。そう、私は擬態によってこと切れていたサライ王太女に成り変わった。彼女の人格と要望を復元して自身に取り込むことでな。そして数年後、胎児の寺院でダーナ、あなたに出会ったのだ。じゃあ、私がずっと友人として接してきたサライちゃんは、ダーナさん。悪く思わないでほしい。全ては大いなるラクリモサのため、そしてこの地上を守っていくための判断だったのだ。またその話か。たとえそうだとしても、ダーナさんにとっては大事な友達が偽物なんて、ダーナ姉がかわいそう。偽物、必ずしもそうと。いや、私がやったことは確かに許されることではないが。分かっているのでしたら。これは、こんなことが。どうした？様子がおかしいようだが。これが罪滅ぼしになるとは思えないが。どうやら擬態の制御が不安定になっているみたいですね。その喋り方はまさか。お久しぶりです、ダーナさん。サライちゃん、はにゃ、どういうことだ。わしに聞かんでくれ。私はウーラによって擬態で復元されたサライの人格です。正確には本人ではありませんが、それでも幼い頃からあなたと過ごしてきたサライに間違いありません。そんな、こんなことって
ウーラさんは本来高潔な意志を持つ優しい方です。それが守り人としての使命とせめぎ合い苦しんでいるのでしょう。皆さんが彼女の想念を解放したことも影響しているようです。そんなことが。ダーナさん。サライちゃん、私。ダーナさん、あなたには辛い思いをさせてしまいましたね。最後まで一緒にいられず本当に申し訳ありませんでした。それにオルガさんのことも。ダーナさん、ごめんね。ゆっくり話したいけど、私たちもう行かなきゃ。ええ、もう時間はほとんど残されていないはずです。アドルさん、行こう。セレンの園へ。アドルさん、力を受け取ったらこのオクテスへ戻ってきてください。ラクリモサを止めるつもりでしたらどうするべきか私が説明します。本当か？そいつはありがてえ。ええ、今は一刻も早くセレンの園へ急いでください。